竹内涼真を決定戦 OK! ストップ。ストップ。ここまで、どうでしたか。いやもう最悪です。そうですね、まだ誰も正解しないですね。そのな、何しに来たの、みんなここに。ここまでどういう気持ちで来たの、桜井さん。竹内涼真王になりに来ました。そうですよ、でも全然それが見えないの。すごい経験だ。もっと出してよ、奈央ちゃんだってずっと一緒にいたじゃん。いや難しいですよ、難しいです。もう今までの積み重ね何だったんだよ。お願いします。はい、そんな感じで後半戦を盛り上がっていきましょう。竹内涼真が頑張った日にご褒美としてやっていることとは何でしょう。僕は好きなものなんだけど、それをちょっとこう大人買いするっていうか、結構量を買うの。お高いですか。希少な種類とか希少種とかをいっぱい買うと1万円超える場合もあるし。希少な種類。色は綺麗ですか。ああ、だから色はあるよね。色ある。色はある。生きてますか死んでますか。生きてます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 。うわ、え、嘘。じゃあ、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 怖いって。いやこれはね、分かってほしいな。え、分かった。え、書けましたか皆さん。いや全然自信ないよ、はいはい、ではじゃあまずは竹内さん以外の方の答えを一斉にオープン。ドゥンドゥン。え、え。なるほど、これ聞いていきましょうか。おお、ジェイヒョン、それどういうこと。犬を会う。犬を会う。なるほど、犬好きだしね。あ、そうですか。わかるわかる、はい、私もそう思った。なるほど、はい、いい線言ってた。そうでしょ。いいよね、はい、ちなみに、はい、この中に正解あります。え、はい、来た来た。カブトムシ。聞いてみたい。なんで聞いてみたい。やっぱその子供心を忘れない、はい、カブトムシ、はい、あの頃の、はい、で、種類もたくさんいますし、やっぱね、値段も変わるし、はい。来た、お、来た。来てるよ。来てるよ、これ。桜井さん、金魚っていうのは。はい、多分これね、一緒、多分、奈子ちゃんと似てるんじゃない。あ、なるほどね。熱帯魚とか言ってた気がして。熱帯魚とか言ってたかも。飼ってたよね。はい、そう、私もそんな感じの話を聞いた気がして。色もあるし、うん、で、たくさん買うとやっぱ貴重な種類ももちろん、うん、うあるから。そうだ、すごい、すごいよ。本当ですか、うん、めちゃくちゃすごい。言ってることが全部合ってる。いや、それ正解じゃないですか。桜井日奈子が言ってることが全部合ってる。正解です。色もあるし。来たかも。そしてか、どうですか。シーズン1からご一緒させていただいてるんですけども、はい、あの番組とかでこうやたらお花を買いに行くシーンがあったり、あったね、あの番宣とかでお花を買うのが好きっておっしゃってましたし、はい、お花はお家にも飾ってあるっていうのはお聞きしてたので、はい、お花かなと思いました。さあ、なんだろう、この中に正解あります。来た来た。正解はそう、お花を買うでした。素晴らしい。あった。これはもうでもちょっともう文句のつけようがないですわ。お二人で。あのね、魚はもう飼ってるんだけど、大量買いはしないの。たくさん買うの。うわ、やったー。というわけで中条さん正解です。イエーイ、取ったの、取ったの。問題は以上となります。というわけで初代竹内涼真王に輝いたのは、1位も正解した中条さんなんですけど、まだありもうちょっと明日も良かったんじゃないかなということで、まだその涼真王は渡しません。ということで今回は涼真王に輝いた人はいませんでした。なんでよ。もうちょっとみんな勉強してきてください。正解したじゃん。はい、ただね、残念なことに、先ほど最初にも言いましたけど、はあ、罰ゲームはあります。一番、まあ、正解数が、まあ、皆さん少なかったんですけど、一番ひどかったかなっていう答えの方、
逆 MVP 発表します。はい、じゃあその方は罰ゲームってことですね。はい、僕のことを一番、分かってなかったのは、菅健太さんです。いや、そんなこと、いや一緒でしょ。カブトムシとか何やんだ。カブトムシ違うでしょ。そんな話、第二の相川翔さん的なポジション狙ってるかもしれないから。はい、そんな菅さんには罰ゲームです。え、何、ゴーレムになってカメラ目線でドラマファンに向けて一言お願いします。どぎついやつや。君と世界が終わる日にシーズン3 Hulu で独占配信中です。ぜひご覧ください。ああ、もう人間お腹いっぱい。ありがとうございました。ありがとうございました。全カットで。